どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さん KC カップいかがお過ごしでしょうか。本日は18日なのでまだ KC カップ中ではあるんですけども、 KC カップファーストステージ見事無事突破しましたんで、こちらのデッキをねまたご紹介していこうかなと思っておりますが、 KC カップファーストステージを突破するのは僕環境外デッキって決めてるんですよ。環境外デッキの定義っていうのは全くミラーが一線もないこと、そして環境デッキとは一線を画すテーマであること、そして、環境デッキに入っているようなギミックは使用していないこと、これが、まあ、条件になってくるんですけども、今日、まあ、今回の KC カップはですね、まあ、もう僕もこの、ファーストステージ突破するのに命かけてるんで、環境外デッキで。海洋マーメール、ブリリル、ブリリル、ブリリリリリリリデッキ。でね、突破してきましたんで、見てください。プレミアム加工なんですよ。どうですか？どや、かっこいいでしょ。これはかっこいい。これはもう有無を言わさずかっこいい。これはブルーナクさんね、まあ、ちょっとエラッタがかかっちゃったんで昔の強さないんですけど、めっちゃまだこの効果でも十分強いんですよ。6新キロで汎用ですよ。でこのカード名の効果一旦に一度しか使用できませんよと。手札の枚数、手札の2位の枚数捨てることによって捨てた枚数分だけ相手の場の、まあ、カードをバウンスできると。だから手札5枚あればもしね5枚あれば5枚捨てて5枚バウンスとかもできるんですよ。これね昔はね1枚ずつ1枚捨ててはい1枚バウンス1枚捨ててはい1枚バウンスみたいなことできたんでめちゃくちゃ強かったんですけど、まあ、今だいぶエラッタがかかってこうなっちゃったっていうのと、あとは、自分のカードを戻すことはできなくなりましたね。自分のカードを戻すっていうのがどういうことかっていうのをね、ウィキペディアかなんか見ていただければわかるんですよ。うん、とにかくやばいから早すぎた埋葬っていうカードがねありましてね、まあそんなことはいいわ。で今日はですね、このブリューナクの要は自分の手札を捨てるっていう効果が捨てられて効果が発動するカードとすごい相性がいいんですよ。まあ例えば魔合神とかね、まあそれからまあ今回やるこのマメル海王、海王と相性がいい。重装兵は捨てられたら表側のカード破壊で、狙撃兵は捨てられたら、セットカード破壊と。で、ブリューナク以外にも、もちろん勝ち筋はたくさんあるんで、この雑念強いね、ディヌク・アビスさんとかね、ディヌク・アビスさんに関しては本当になんか水属性捨てて特殊召喚されて、なんかデッキからもう一枚水属性持ってくるっていう、なんかもうアドバンテージとかいうなんか概念をなんか、無視してる、なんかめちゃくちゃ強いモンスターなんですよ。で、他にも、このアビスパフ効果とかは、召喚、特殊召喚に成功した時になんか水属性捨てて水属性持ってくるとか、あとは単純にこのアビスフィアーとこの、アビス・リンデさん、お美しいですね。この脇がね、お美しい。これに関しては3時間ぐらいは、まあいけるかな。うん。あれだけどね、カーリー、ダークシグナーのカーリー・ナギサさんは、多分おへそ的な話をすると、まあ、15時間は、まあ、優にいけるんだけど、俺。まあ、このおへそじゃなくて、この脇やったら、まあ3時間ぐらいは、あ、この人もおへそ結構美しいね。これ12はいけるな。で、アビス・リンデさんとか、このアビス・フィアーで、このアビス・リンデさんを出すんですよ。まあ、もちろんこの辺出してもいいんだけど。で、そうすると、アビスリンで破壊されると、なんか好きなマーメイドをなんかデッキからリクルートするっていう効果を持ってるんでね。で、これでなんか耐久力があるんで結構強いと。で、あとはまあサイクルビルダーで6シンクロしやすいようにしてて、で、それをサポートするスキルでレベルコピーと。いう感じでございますな。あとね、フィッシュボーグアーチャーっていう、まあこれほんとチューナーが5枚とか、6枚とかあると、まあ安心ではあるんですけど、まあちょっと枠の問題でまあ4枚くらいになってるっていう。そんな感じっす。はい。で、シンクロモンスターこんな感じっす。まあ、全部使うんで一応全部強いんですけど、まあ、分かんなかったら、なんか、コメントください。まあ、大体分かると思うんだけど、まあ、大体強い、強いみたいな感じですね。はい説明しろっていう。早速デュエルご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ。いややっぱね、レベルデュエルストレベル1817、18くらいからはある程度やっぱ環境デッキっていう、いわゆるね、環境デッキってのが増えてくるから、そこそこね気合を入れないと勝てませんね。そんななんかね、17くらいまではすげえサクサク、もうサクサクって勝ったんだけど、サクちゃん状態だよね。もうだから世界の中心で愛を叫ぶ状態、通称
で勝ってたんだけど、なんかね意外と、うわ出た、これはなかなかきついな。あとはですね、あでも言うてユニークアビスさんはいるから、あでもそうでもねえわ、これハンド強えわ、これハンド強えわ、あいけるわ。ちょ狙撃系、ちょっとあの狙撃系でセットが何枚かによるんだけど、あ一クセ、オッケー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 。それではじゃあ雑に強いシリーズ、雑に強い強いシリーズ発動。狙撃兵捨てて、ディニックアビスパイセンを特殊召喚していく。で、ディニックアビスパイセン特殊召喚、さらに狙撃兵の効果でセットカード破壊しながらのディニックアビスさんの効果によって、デッキから水属性レベル4以下のマーメイドモンスターを一体手札に加えることができるぜ。ですね、このアビスパ福岡でいいか、アビスパ福岡にしましょうか、アビスパ福岡にしましょう。でセットカードを破壊していく、フレンドリファイ、フレンドリファイ、オッケー。アビスパ福岡召喚、アビスパ福岡効果発動、アビスパ福岡の効果によって重装兵したり、ってかさ俺今気づいたけどさ、なんでこれ暗黒の古代のあのスキルなの、これどういうデッキこれどういうデッキこれ。まあいいや、支援壊そうとして、支援を壊そうとしていくが、フーマじゃねえや、なんだっけ、現場の効果で耐えていく。でスキルを発動していく、レベルをコピーしていく、レベルをサイコビルダーのレベルをコピーしていく、サイコビルダーを特殊召喚していく、レベル3、アビスパ強化にレベル3、サイコビルダーをチューニング、封印されし、東流よ、今その自爆を解き放ち、破滅の雄たけびを上げよう、進化の召喚降臨せよ、溶け界の竜ブリューナク。そしてサイコミダーの効果は発動せず、ブリューナクの効果発動、相手のフィールド上のカードを自分の手札の枚数分バウンスすることができる。バトルー、ちょうど4000、おしゃれー、これちょうど4000ってめっさおしゃれじゃない。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、お幼女、なんか最近あれですからね、デュエルリンクスはあの幼女育成ゲーとなってるって噂ですかあのなんかセラちゃんが生まれたことによって、なんかセラのレベルアップをみんなしてるんですよ最近デュエルリンクスでは。だからまあ幼女をまあみんなが育成してるっていうことね。まああの今デュエルリンクスは簡単に言うと幼女育成系になっているっていう、まあ、そういうことです。はい。あ、そういえばあの全然関係ないんだけど、全然関係ない、本当に全く関係ない話していい。なんかあのラブプラスのエブリーっていうなんかあのゲームアプリ出たじゃないですか。なんかあれなんか全然あのメンテナンスが終わんなくて、なんか俺インストールさえできないんだけど、なんか俺アプリ、あラブプラス出たんだと思って、俺大学生の頃なんかめっちゃやってたから、ラブプラスなんかダウンロードしようと思って、なんかあのアプリ、なんかそのなんかアップストアのアプリ見たんだけど、なんかなくて、そもそものなくてないっていうね、そもそものねえっていうアプリが、なんか噂によるとなんかメンテナンスがなんかすげえ延長されてるとかどうかっていう、なんかあのデュエルリンクスも、デュエルリンクス運営もびっくりの、なんかあのサイレントじゃねえけど、なんかメンテナンス延長が鬼ほどなんか延長されてるっていう噂を聞いてて、ちょっと俺あれやりてんだよ なんか大学生の頃めっちゃやってたんだ俺。これ特殊召喚しなきゃいけないから普通に殴るわ、普通に殴るわ、殺せればいいんだよね、殺せればいいんだけど、まあ、殺せないから普通に殴るわ、まあ、このターンで決めきれない場合はマーメイルっていうのはですね、あの展開しちゃいけないんですよ。このターンで気づきれないっていう場合はですね、普通にですね通常召喚して殴りに行くっていう選択肢が一番なんか丸いそうな気がするんだよな。これまあ戻しても結局なんか次のターン持っていかれるしな。これ単純にこうやな、アビスリンでビートダウンっていう硬活とか全然踏んでもいいよ、こいつは硬活とか効かないから、ほとんどほぼ効かない、まあ、効かないみたいなもんだ。そうだね、まあ、イルカしか出せないから、まあ、イルカとかねこの辺のやつは全部除外されるんでね、まあ、普通に通常召喚で殴っていきましょう。よし、暗い幼女、暗い幼女、
俺にラブブラスをやらせろ。皆さんは誰推しでしたか。僕はね、あれでしたね、あのねねさん推しでしたね。ねねさん、あのね、あの、何にいるんだっけ、あのお姉さんみたいな、なんかレストランのなんかバイトみたいなことしてる女の子、あれねねさんで合ってる、俺これ名前、あ、名前違ったっけ、ねねさんだと思うんだけど確か。まあこれでもこれさ、よく考えたらさ、あれ好みだよね多分、あのゲーム多分好みやから、デュエルリンクスで、あー、オッケー、メタバイズ行きましょう、オッケー。だから別になんか全然行っても問題はないかなという感はあるけどね。でもこれはですね、アビスリンデさんが除外されていくのはかなりめんどいな。それはすげえめんどい。なんかね、ラブプラスってね、なんかあれなんだよね、なんかその可愛い、まあ、女の子3人がいいんだけど、なんか実質2択みたいな感じなんだよなんかね、確か100%で言うところの、なんかその東条彩と、なんか西野司みたいな、あの2人しかいないんですよ、ほとんど。なんかそのまあ3人くらい確かいたんだけど、なんかそのなんかもう一人、なんかすげえなんかショートカットのなんかボーイッシュみたいな女の子を誰も好きじゃないみたいな感じやったから、確か当時、確かね、大学生の時はね、なんか みんなでね、なんかあの時ブームだったんだよね、ちょっとラブプラスってね。なんかみんなで頑張って DS 買って、でなんか育成しましたね、彼女育成ゲーでアビスリンデ効果、そうアビスリンデ効果、アビスパ福岡行きます、アビスパ福岡行って、でアビスパ福岡効果、重装兵して、重装兵して、狙撃兵持ってきて、これメタファイズディメンションかな、これはメタファイズディメンションでしょうね。はい。で、あとはあいつ戻せばいいんですよ。あとは単純なお仕事で、あとはあいつを手札にお帰りいただければいいのでね。はいはいはい、どうぞ。ご自由にどうぞ。はい、頑張って動いてください。破滅の豆腐をね。破滅の凍える風をね。お見舞いしていきましょう。ね、スキル発動、スキル発動、はい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 、で、はい、レベル3、アビスパ不強化にレベル3、サイコビルダーをチューニング、封印されし闘竜よ、今その呪縛を解き放ち、破滅の雄たけびを上げよう、神秘の召喚、狂気界の竜ブリューナク、ブリューナクの効果発動、フィールド上のカードを自分の手札を捨てることによって、その枚数分手札に戻すことができるぜ、はっ、帰れー、あーばよー、実質柳沢慎吾デッキ対戦、ありがとうございました。いやー、もうちょっといよいよやべえな、なんか2回勝って1回負けて、2回勝って1回負けてみたいな、なんかめっちゃ繰り返してんだけどねもうめんどくさくなってきた、めんどくさくなってきたよ、助けてみんな、もうブラックルーター使おうかないや俺は負けねえ、カオスリード珍しい、俺は負けない、そんな誘惑には負けない、俺はこういうデッキでか環境じゃねえや、KC カップを突破するって決めてるんや、ジェミナエルフ、なんだこれ、バイロン、なんだっけ、バイロンキューブ、はい、で、エアトス、なるほど、7シンクロですか、7シンクロですね、はい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 、オッケーです、7シンクロか、キューブで装備カード持ってきて、アーカライトマジシャン、アーカライトマジシャンはやばいやばい、あ、これ、いや、今気づいた、ごめん、これ見たことあるわ、このデッキ、アビスリンデの効果で意味ないんだけど、意味ないんですよね、アビスパ強化持ってくるしかないか、アビスパ強化持ってきて、強化効果で、強化で、ちょっと待って、これなんか定期的にさ、定期的に現れるんだけど、このなんか嵐みたいなデッキ、これなんか定期的に俺の対戦ではこれ定期的に現れる、このなんか謎のこの何嵐のようなデッキ、もうなんかこれに関してはもう通り魔みたいなもんだからね、通り魔みたいなもんだからね。